こんにちは。今日もね、スマホのナビに頼って歩いとるんやけどね、ちゃんと誘導してくれるかね。ちょっと違うんやけどね、どこだろう。この辺なんだけどね、こちらの方に分かる。変な、いや、わからん。このナビやっぱり信用ならんか。勘で行ってみましょう。勘で。あ、これなんかあるんだけどね。あの辺じゃ、あの辺、あの辺。そうだね。今ナビの差し方はこっちだけどね、この辺なんだけどね、こっちの方なんだけどね、まあそれらしくも見当たらんね。はい、あなた先からあなた見とんだけど、どこですかね。ちゃんと教えてや、ナビ開始。左方向です。左方向。ちょっとね、この辺は高くなったんだけどね。右方向です。右方向？どっち行け言うんですか、あなたは。こっちでしょ。こうか。まあイメージがこんなんやな。やろ、高台やから。こっちでしょ、こっち。ああ、それやな、おそらく。全然違うとこ行ってる。あらあら、入れるとこないんか、これ。ここでございます、おそらくね。おお、入れる。おお、あれ入れる。これがその古墳と思うんだけどね。窓山古墳、ちょっと持ってありますからね、こんもりと。看板どっかないかね。看板ないか。看板ないですね。ナビでやっぱここを指しとるんで、これでしょうね。看板ない。大阪市内にはね、古墳というのは6基か7基かしかね、今の現存してないんだけど、そのうちの1基でございます。ちょっと小ぶりでございますけどね。あら、何にもないんかね。看板が何にも残ってませんわ。最初はなかったんやろうか。
じゃあ上に登ってみましょうか。まあ見た感じは豊富やけど、英文かな、豊富かな。ちょっとね、形がわからないですわ。まあ、高さ3メーターあるのしないですかね。3メーターあるかないか、そんな感じですよね。これまあ、まあ全部お墓でございますんでね、こう史跡にする意味でもね大変じゃあるけど、そんな大きい古墳ではないんですけどね。これは縁墳地の豊富の可能性があるかな。豊富はこの見た感じは豊富でございます。一辺が20メートル近くあるか。ね、向こう、今作画したところへんが、豪華なんか、あったんかね。何にも看板がありませんが、こういうのかね。こっちだと置いてみようか。お、怖怖怖。すると滑るね、これがね。あら、これなんだろう。なんかマスってあるんだけどね。ごま堂山古墳でございました。ありがとうございました。